大東建築メゾンプロムナードを本日はご紹介したいと思います。本日は鬼怒川市梅みたいにございます、こちらメゾンプロムナードという 2LDK の賃貸アパートにやってまいりました。まずはこちら、こちらがリビングスペースとなっております。こちらのリビングスペースはとっても大物の配置のしやすい、そんなお部屋となっております。テレビやダイニングテーブルなどを置いていただいて、ご家族皆様の団らんのスペースとしてもご活用いただけます。またこちらの部屋にはこのようにエアコンが1台最初から設置されておりますので、ご準備の心配がございません。またこちらは南向きのバルコニーとなっておりますので、日当たりもとってもある、そんなお部屋となっております。このようにバルコニースペースもしっかりとございますので、洗濯物がしっかりと干せますよ。またこちらの窓はこのように複層ガラスとなっておりますので、こちら中が真空状態に近い状態となっておりますので、結露が起きにくく、お部屋の外と中の温度が入れ替わりにくい、そういった特性もございますのでご安心ください。ではこちらリビングスペースの隣にある洋室のお部屋もご紹介いたしましょう。こちらです。こちらがリビングスペースの隣の洋室となっておりまして、こちらも南向きの窓がございますので、日当たりがしっかりと入ってくる、そんなお部屋となっております。ご夫婦の寝室としても最適なお部屋となっておりまして、収納スペースもほらこのようにとっても広々とございます。奥行きはもちろん高さ横幅もしっかりとございますので、こちら、衣類などを収納していただいたり、衣類ケースを収納していただくことも可能ですよ。ではキッチンスペースに行ってみましょう。とその前に、キッチンスペースに行く前に、こちらのお部屋はこのようにモニター付きのインターホンが設置されておりますので、お部屋の外中にいながら外の様子がよくわかるので、セキュリティ面もバッチリです。それではキッチンスペースです。キッチンスペースはこのようにとっても広々としております。シンクはもちろん、調理スペース、そしてコンロを置くスペースもしっかりとございます。レンジフードも大型のものが付いておりますので、お料理の際に困ることはございません。冷蔵庫もこちらに置いていただくことも可能ですし、食器棚などを置いていただくスペースもしっかりと確保されておりますよ。そして収納スペース、キッチン収納もとっても広々としておりますので、キッチン用品をこちらに収納していただければと思います。そしてこちら奥にも教室がございます。こちらの様子もとっても広々としておりますよね。嬉しいのはやはりこちら、こちらの様子にもエアコンが1台設置されておりますので、こちらの物件にはエアコンが2台設置されているということになりますので、初期費用が抑えられますね。収納スペースはどうなっているんでしょうか、見てみましょう。わあ、ウォークインクローゼットになっております。このように奥行きもしっかりとございますし、高さもございますし、こちら段になっておりますので、こちらにもですね、収納していただけるという形になりますので、いいですよね。では水回りを続きましてご紹介したいと思います。まずはこちら、こちらがですね、このようにお手洗いとなっております。ウォシュレットタイプとなっておりますし、奥には、トイレットペーパーなどを置いていただけるように、棚もございます。そしてこちら、まずはお風呂から、こちら追い焚き機能のついたお風呂となっております。このように浴室には窓もございますので、換気用としてもご活用いただけますし、天井には浴室乾燥機もございます。そして室内洗濯機置き場、そして人気のシャンプードレッサーとございます。これだけ水回りが綺麗なお部屋っていうのはとってもいいですよね。そしてこちら、こちらのお部屋は2階のお部屋となっておりますので、こちらの階段を降りていただくと玄関スペースに続く、そんなお部屋となっております。いかがでしたか、これだけ広々とした 2LDK の賃貸アパート。気になるのはやっぱり賃貸条件ですよね。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のまさきのスタッフは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご覧いただきありがとうございました。また見てね。